こんにちは、ドリケンです。ブラックマジックの大部屋にようこそ。結局カメラトークが、止まらないんですけど、今日はちょっとポケットシネマカメラについて語ってみようと思います。じゃーんと。いや、ポケットシネマカメラといえばまあこれですよね、ブラックマジックのポケットシネマカメラ 4K。まあ、これが一応シネマカメラ、ポケットのシネマカメラということでブラックマジックが出してきて、ポケットですかね。ポケット。で、しかもその後に、まあ、最近だと、じゃんと。これポケットシネマカメラ 6K プロですけど、ポケットポケットっていう感じなんですよね。で、さらにやっぱり最近ではシネマカメラっていうのがやっぱりかなり、こう一般にこう認知されてきてるというか、まあ、シネマカメラっていうともう本当に今まではガチの業者の方が使うカメラだったのが、意外とこうだんだん、我々なんていうんですかね、この、ちょっと、沼に足を踏み入れてしまった人たちにもこう身近になってきたってことで、まあ、ソニーなんかも FX6 とか FX3 みたいな、我が三財兄弟たちもみんなこぞって FX3 を買ったりしていますが、ポケットシネマカメラですかっていうちょっとなんか釣りっぽい感じになってますけど、ということで、僕ね、気づいてしまいました。気づいたっていうか、真のポケットシネマカメラを、作ってしまいました。ということで、全然なんかもったいぶらせる話でもないんですけど、じゃんと。これどうですか、これすごくないですか。これぞポケットシネマカメラだと思うんですけど。なんか、これね、いろいろ、最近やっぱ FX3 は、やっぱりいろいろ話題になっていて、気になったりはしているんですけど、やっぱり FX3 とか、最近あとまあ自分でも、こういう感じで、ポケットシネマカメラをできるだけ散歩に持ち出して、撮影していくと、やっぱりこの、ポケットシネマというか、プロの方のこの動画装備って、やっぱりこう特徴的なのがこのハンドルだなと思っていて、まあやっぱり素人からすると、ハンドル？こんなのついてたら邪魔でしょうがないじゃんみたいな、ポケットでも何でもないじゃんみたいな感じで思ってたんですけど、僕も。でもやっぱりこのハンドル一個あるだけで、動画の撮影めちゃくちゃ楽になりますし、やっぱりこう、一日こう撮影中に持ち歩いてる時とかも、結局いろいろこう胸にマウントしたりとか、肩にかけてみたり、いろいろやってみても、結局このハンドルがものすごい取り回しがいいんですよね。だからこの、最近僕の中では、やっぱりシネマカメラって、まあ、性能もちろん、性能的なシネマカメラの要素いっぱいあるんですけど、このハンドルが結構ポイント高いなと思っていて、まあ、6K プロとかもこのハンドルつけて、ティルターのハンドルつけて、やってるんですけど、で、最近その、もう一つ自分の中でのマイブームが、この α7C をできるだけお手軽、なんていうんですかね、Vlog カメラとして活用したいなと思っていて、でですよ、今日気づいたんですよ。ちょっとこのね、装備を今日は紹介したくて、これはですね、まあ、α7C に、このコールドシューの部分に、単純に、このスモールリグの、コールドシュータイプのハンドルをつけていて、これをまあここに挟んでるだけですね。で、これ乗っけてハンドル化して、まああとレンズは一応やっぱコンパクトにしたいんで、タムロンの 20mm のレンズに、ホヤの ND200 つけてます。これをつけていて、でも今日とかもこれつけっぱなしで撮っていて、で、先頭に MK200 をこの UU リグの、まあぐるっと回るリグ、本当はこれモニターとかつけるようだと思うんですけど、これをつけてるっていう。で、普通のティルタのやつだと、ここに、コールドシューのスロットがあるんで、結構ここに乗るんで、ハンドルの持ち手の部分がちっちゃくなっちゃったりするんですけど、これ先頭にあるから、結構持ち手の部分も犠牲にせず、ゆったり持てるし、で、なんか収まりもめちゃくちゃ良いんですよね。で、今一応これ後ろ撮り、こっち側に声を取るようになってますけど、これ前にしてくるっと回すと、前の方に音取るっていう。これだけで簡単に向き変えられるんで、ちょっと最近お気に入りのこの斜め下にして取るっていうほど角度が曲がらないんですけど、でも、スッとこう曲げられて、前撮りと後ろ撮り、簡単に切り替えれるんで、で、かつ邪魔にならない、このスタイル。これめちゃくちゃ、極まった感じあります。
なんかもうお散歩行く時の装備はこれでやるとかなりいいんじゃないかなと。すごい使いやすくて、今日ももうめちゃくちゃ快適に Vlog 撮れたんで、これが僕の中での FX3 です。FX3 以上に FX3 として使えるんじゃないかっていうことで、めちゃくちゃ気に入ったっていうのを今日は紹介したかったという、そういう感じでございます。ということで、今日もちょっと例によっていつものピッチのコースを散歩に行ってきたんですけど、この装備で S-Log3 で撮って、で、基本的にはもう本当に一括からぐれで、まあちょっと微調整して、特にソニーにはちょっとね、ホワイトバランスのなんか、調整がずれる時があるんで、2、3クリップホワイトバランス微調整したやつはあるんですけど、でも基本的にはもう一括で全部同じカラグレを S-Log3 に適用しただけのめちゃ簡易、カラグレした状態。あと手ブレ補正も全部ダヴィンチでやっちゃったんで、ダヴィンチで手ブレ補正した状態で Vlog 撮ったんですけど、すごい綺麗に撮れるんで、もうお手軽シネマ装備はもうこれでいいんじゃないかって思って、今日はちょっと本当にこれが紹介したいという、そういう動画でございます。ということで早速っていうか前置き長くなりましたが、今日の Vlog、今日のお散歩動画見ていただければと思います。どうぞ。おはようございます。徹夜のプラモデル作成明け。今日も散歩に行ってまいります。土曜日の朝です。っていうか時間ないんで、ちょっとここからダッシュで行きます。いやー危なー、ギリギリ間に合った。あと15分です。結構小走りできました。ギリ間に合いました。いやー危なかった。無事頼めました。このパン屋さんの隣にある床屋さんがめっちゃおしゃれなんですよね。そして見えますかね、なんかリングライトを多用しているという、まあ、ちょっとなかなか僕がお世話になることはないんですけど、めっちゃおしゃれです。すごいリングライトだらけです。ちょっとしたなんか YouTuber 設備みたいな、そんな感じになってます。さあやってまいりました、ピッチーノ。といっても今日はピッチーノでは何も買っていなくて、ネイバーベイクハウスで全部食べ物は調達しました。いやーすごい、結構小走りで小汗かいた。見てください、本日は、コールドブリューにしました。ネイバーベイクハウスのコールドブリューです。竹ストローいいですね。紙のストローってすごい勢いで溶けてくから結構辛いんですけど、これ良さそうと思ったのもつかの間、早々に割れて吸いづらくなった。なんかすごいパックリ縦に割れました。ちょっと見えますかね、これもうパックリ割れて、ここから空気が入っちゃうんで全然吸っても上がってこなくなってしまったっていう。これはね、惜しいです。もう一歩。さあちょっと気を取り直していただきますよ。じゃじゃーん、お、怖い、落とそう。じゃーん、キッシュをゲットしました。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか、これ。うわー、めっちゃいい匂いしてきた。いただきます。じゃあちょっとキッシュいただきます。うまい。やっぱ全然違う。さすがネイバーベイクハウス、小走りした甲斐ありました。うまい。さあまだまだありますよ。第2弾こちらです。じゃーんと、見てこれ、これやばくないですか。バナナトースト、これちょっと近くで見てください。これめちゃくちゃ美味しそう、この光沢感。いただきます。じゃあちょっといただきます。うまっ、食感がすごいね。なんだこれ、うまっ。味覚の天才いる。味覚だけじゃないよ、この食感のもちもち感といい、もちもちとシャキシャキ感が、うん、もちもちとサクサクのハーモニー、すごい。うわ、うまっ。甘いんだけど、なんだろう、普通のこういうの甘すぎるから嫌な感じなんだけど、それも絶妙です。このコールドブリューのコーヒーが
めちゃくちゃうまいですアイスコーヒー。すごい。ちょっと最後ここも行ってしまっていいでしょうか。食べ過ぎ？食べ過ぎ感ありますけど行きます。これやばいです。最後じゃーんと、これまたやばいでしょう。もうどう見ても美味しいっていう、見た目がもう完成度高すぎです。まあデザート的な感じでいただきます。ちょっと舐めてみたらピーナッツバターですけど、めちゃくちゃうまい。いただきます。やばい、うますぎて取るの忘れ食べちゃった。一瞬でペロリと食べてしまいました。うわー、ちょっとこれだと見えないけど、ちょっとかろうじて 1.5 倍ズームでダメかな。ウェディングフォト撮影されてます。おお、なんかめっちゃ素敵な感じでガチの写真撮影されてますね。むしろあのカメラマンさんのカメラがめっちゃ気になります。あ、ちょうど撮影が終わったみたいです。その横でぶら下がりするのめっちゃ気が引けるんですけど。よい、はい、あのオートフォーカスなんで今日は全然大丈夫です。そのままで。暗かったから遠いんだもん。10メートル先から撮ったから。あ、今度だから近寄ろ。今度遠いし、遠いわ、広角だから。あのね、あんまり気負わずにサクッといきます。はい、行きます。はい、はい、さすがにこれは肩抜けそうになった。頑張ったね。頑張った。すげえ。3回ぐらい、もうなんか手がここが痛い。3回ぐらいスイッチした。あ、これやばい。なんかあれ40いったっけ。40いったけど、これやばいっす。頑張りました。頑張ったね、すげえ。涙出た。涙出た。これあれですね、40はちょっとね、本当に肩にきますね。これちょっと1回 2,3 日さすがにインターバル開けないと危険です。でもやりました。今日のブルーボトルはどうでしょうか。なんかいっぱい人がいるけど、あ、でもやっぱりなかなか結構人入ってますね。行列するほどではないけど良い感じです。いやー、しかし昨日 YouTube ライブ、これ見てください。ずっとやるやるって言って全然やれなかったあのパトレーバーの、MG マスターグレードパトレーバーかな、パトレーバーのプラモデル作り、昨日ライブでもうなんか3時間で完成させるぜって張り切ってやったんですけど、3時間どのくらい3時間以上かけてできたのはようやく両足だけっていうことで、なんとか足は作れたんですけど、そこで息絶えてしまったんで、意外と難しかった。あの、めちゃくちゃクオリティは高いんですよね。もうこの足とかもこう、ちゃんとこう、足首がぐりぐり動いたりとか、ま、めちゃくちゃ精度が高くて、こう、足もちゃんと2段階曲がったりするんですよね。ここが、クッと曲がったりするんで、あの、すごいいいんですけど、めちゃくちゃ作んの。プラモデル得意だと思ってたんですけど、全然僕の思ってるプラモデルとは、難易度が上がっていて、意外と時間かかったんで、またこの続きは、どこかでまったりライブをしたいなと思ってるんですけど、ちょっとずつちょっとずつ作っていければと思ってますので、思ってますので、ぜひ、よかったら、またライブした時には作業動画みたいな感じで、楽しんでいただければ幸いです。
and I start to clap.